おはようございます。本日は4月3日月曜日、今は8時を回ったところですね。昨日中国に行っている林外務大臣ですね。日中外相会談を行ったわけですけれども、拘束の日本人解放申し入れとかですね。まあ、あちらの外務大臣とかね、首相と会談したらしいですけど、企業が安心して活動できる環境とか、まあ、ぬるいことを言ってきたそうですが、その裏でですよ、中国海警局の船が領海を出て侵入80時間を超え、尖閣国有化以降最長と、もう、なんて言いますかね。今までになく長く居座ってると。まあ、NHK のニュースでも伝えられてたんかな、昨日の10時ぐらいで。今回は領海侵入80時間36分にあたって続き、11年前の2012年政府が尖閣諸島を国有化して以降最も長くなりましたと。ちょっと入ってしまいました。つまりですよ、これ、舐められてませんかってことですよ。そして、その前にですよ、これまではなんか日中友好団体の幹部が、こう、逮捕されてましたよね。実刑判決でなんか、去年、帰ってきて、涙ながらになんかやってました。今回は企業ですからね、それ製薬会社です。日本の技術の最先端へ行く企業の一つでしょう。その企業の男性を、まあ、スパイ容疑か何か知りませんけどね。拘束してですよ。そして尖閣諸島に、まあ、長いこと居座って、そして、ねえ、会談を、まあ、呼び寄せたんかなんか知りませんが、林、ちょっとねえ、親中派って言われる林外務大臣を、そして何をこう、企んでんのか知りませんけど。まあ、そうして舐められてるということですね、これは。申し入れっていうか、もうちょっと強い態度に出れないのって言ったんですけどね。ああ、っていう感じがしませんか、皆さん。これでまた、日本のマスコミがですよ、林外務大臣のことを、まあ、一定の成果を上げたの、とか、言って、報道したら、もう日本のマスコミ、おしまいですな。と思うのは私だけでしょうか。本当に何しに中国に行ったのって。どの面避けて帰ってくるのって私は言いたいんですけどね。ということで、ちょっと愚痴を言ってみました。それでは、この辺で失礼します。